これは孤独に関係する質問ではあるんですが、近所の知り合いのおじさんのことについてお聞きします。この人は身寄りがいないのか、いつも通販サイトに電話をして自分の話を聞いてもらっています。そしてその通販で使いもしない商品を買わされています。おじさんは寂しくて通販サイトの人に話を聞いてもらっているようですが、そんな人の寂しさにつけ込んで本人が必要ともしない商品を買わしている通販サイトに新興宗教的なエグさを感じてしまいます。このままではおじさんのためにならないと思い、電話と買い物をやめさせたいのですが、どうしてあげればいいでしょうか。まあこれなかなか難しい問題ですね。どのぐらいの額のね商品を買ってるのかとか、そのおじさん自身はどうしたいのかっていうのにもよると思いますけど、順々に、こうお話しすると、まあおじさん自体もですね、なんか買ってやらないとですね、次回話を聞いてもらえないと思ってるかもしれないですね。でも額が額でですね、高齢者がですね、おじさんが騙されたとかいう不満を言ってる場合はですね、これは法的に言うとですね、結構難しいですね。通販の商品の購入っていうのは押しかけてきて買わされるとかいったそういう状況じゃなくて、自分でそれを見て自発的に申し込むわけじゃないですか。ですからかなり自発的なためにですね、基本的にそういった販売っていうのは一旦本人が自分の自由意思で認めた以上ですね、騙されたといってもなかなか通らないところはあると思います。ただまあいわゆる特定商取引法ってやつですね、そういうのを規制するのは。例外とすればですね、通販であっても解約の条項が適切に表示されてないケースがあって、そういうケースにおいては8日間の、細かい話すると、送料、返却のための返品のための送料は消費者が負担しなきゃいけないが、基本的には解約できるというそういった条項があります。まあ、これは押しかけ販売でもない通販の場合、やっぱりその会社が悪いばっかりじゃないだろうっていう視点と、それからそれでもこの通販においていろいろ被害が出てるという、この2つの間を取ったその特定商取引法の直近のっていうか最新の改正結果ということですね。まあそういった法にも反さずに額もほどほどの場合はなかなか難しいですけど、法に反してる場合はおじいちゃんを助けて、いわゆる国民生活センターとか消費者相談窓口というところに電話をするということになります。ただ法に反さず額もほどほどのケースといえば、こうしたことはデパートでも起こってるんですが、私デパートのね店員の方の相談にも乗ります。高齢者の方が来て長々と話してですね、それで買っていってくれる高齢者もいるんですが、ずぶとく何も買わずにさあ、そういう方もいます。また来たとしたら、やっぱりある程度のところで話をやめておくってこともあるけど、やっぱ店員だからね、なかなかそれはできないと。でそのうち警戒されたら別の売り場に行くのかもしれないし、なかなか難しいですよね。これはちょっと法律的には難しいとか。ただまあ本質的に高齢者の寂しさを和らげてあげるっていうことになればね、まあ、この質問を前提にすると、近所のおじいちゃんだったら、まあ、人生の先輩としてですね、一度二度ご自身でその話を聞いてあげるのはどうだろうかという一種の慈善活動の、ご提案というのもありますけど、まあ、なかなか難しいとは思いますけどね。また一度二度話しただけじゃダメで、定期的にそうしないとどうしようもないじゃないかという視点から、まあ大体こういった孤独な寂しい高齢者に関してはいろんな今対策があると思いますが、まずある心理カウンセラーっていうかな、そういった相談乗ってる人は 3S 対策ってことですね。一つ目の S、 仕事、高齢者になっても退職せずに仕事を維持すべきだと。二つ目、
の S、 趣味のその高齢者の集まりというか集いこれを作るべきだと。3つ目、それもできない高齢者いるんですよ、うん、仕事がなくなったら趣味もなくて、気づいてみたら俺の周りその誰も友達いない、特に男性多いわけですよ、プライド高いからね。その場合は3つ目の S はスナックのママと、うん、まあ飲み屋ですね、お金払って相手にしてもらうと、まあ、それもみんなやってるんでしょうってことであります。そういうことがありました。ただまあもうちょっと言えば、仕事を続けるって言ったら、その同じ会社で嘱託みたいにねなれればいいけど、それがダメだったらシルバー人材センターって言うんですか、それになりますよね。老人同士の交流の場で趣味のサークルとか自分で入れればあれだけど、まあ一般的には老人クラブとか、それから場合によっては介護サービスの中でとか、それからまあ、うん、パターンとしては仕事じゃなくて地域ボランティアとかいう感じなんですかね。あとまあそれを含めた人間でない場合には突き詰めるとペットを飼うというのは最近あります。ただそれで新型コロナで問題になったのは、感染したご老人が入院するとペットは飼い殺しになってしまう、それで引き取りこれしますよね。でもそういう事例がたくさん多くなっちゃって、特に猫のケースだと、もう引き取れなくなりました、逼迫してますって話を私は経験しました。あるあの千葉の方のね、まあ高齢の方ですね、脳血管の結果ですね、入院したわけです。でも猫3匹も飼っててね、それ誰面倒見るんだということで、そのあなたのところが来てくれなければもう猫は死にますってことで、サンダーバードみたいにキューンって言ってですね、それで一応の対処をしたっていう控えの間のスタッフの人たち、そういうこともありました。ただまあずっとやるわけにもいかないからね、その生活保護とかね社会福祉関係の人に面倒を見てもらうってことになりますけど、老人がペットを飼った場合ですね、その後どうするのか考えないといけません。自分に万が一のことがあったらちゃんとその時に引き取ってもらうためにはお金もかかりますから、その時のための保険があるんですね。自分が万一の時があったらこの保険でお金でその引き取り手、お金を払えば引き取ってくれる人いますから、そういうことやりましょうっていう、そういったあのペット関係の保険っていうのがあるんですよね。そういうのに入っておかなきゃいけないとか、なかなかそういったことで人間とか他の生き物をその交流の相手というのは難しいかなってなってくると、現代はねその IT コンピューター社会ですから、やっぱりバーチャルな人間関係ですね、 SNS で交流しましょうとか、老人用のネットゲームってあるかどうか分かんないけど、そのパソコンネットを相手にするわけで、最近はあの人工知能掲載のスマートスピーカーっていうんですか、話し相手になってくる、そのうちアンドロイドですね、老人用話し相手アンドロイドみたいなのが出てくると、そういった意味じゃあのそれで解決になっていいのかっていう問題あるけどね、はあ、そういう時代になってきたと思います。この問題は高齢者の孤独の問題ですね。科学技術で解決するのかと、しかしなんで孤独になるんだと、現代、最大の問題の一つだと思います。高齢者を中心に単身者がその人口の3分の1、ドイツは4割、イギリスは孤独の問題は精神的な悪化、これから寿命、健康状態も大きく損ね、慢性疾患も怖いと見て、孤独担当大臣というのを設置して、国家組織、社会を挙げてやるそうです。こういった高齢者を中心とした孤独の問題は非常に大きいようですね。まあやっぱりこう少子化だし晩婚化だし、そして高齢者離婚もあるし、長寿の中で一人暮らしのご老人の孤独っていうのは出てくるんでしょうね。このご質問の方が一人暮らしかどうかは分かりません。まあそういったことに対しては、まあ、介護サービスとかそのなんとかクラブとかいうことになるとお金で解決するとかいうことになるんですかね。まあ菅さんが何でしたっけ、自助、扶助、公助って言ったんですか、自分でまずやんなさいと、スナックのママと行くとか、お金払って介護サービスって何か入れてもらうとか、
うん、それからスマートスピーカーかアンドロイドか自分で買ってとか、扶助って言ったら家族同士ってことですね、友人知人、これがあんまりうまくいかないんですよね。そもそも孤独になるっていうのは人間関係にちょっと苦手感を持ってる人ってそうなりますね。そうすると再度公助っていうことになって、非営利団体とか地方自治体がですね、イギリスみたいにその孤独問題を社会問題として対応すると、そういうような話になるんですが、まあそういうお金で、そして公的機関で解決するばかりが道かっていうと、そもそもが孤独問題の根底は心の問題ですから、うん、あの一人で住むんじゃなくてね、あの社会的交流がない、うん、だからこう、まあ友達関係ができない、だからさっき言ったようなお金を使って通販サイトで人引きつけてみたいな感じですよね。自然なその友人知人関係ができないのは、やっぱり少なくとも一部のそういう方々に人間関係を形成しにくい人格的傾向があるんじゃないかと。まあこれはやっぱり他人というのは付き合うとやっぱり傷つく時もあるしね、自分にこうしてもらいたいと思ってもそればっかりは叶わないし、いろいろ我慢しなきゃいけないこともあるし、大抵求めても与えられない場合があるし、そしてなんか妬みとかね、やっかみとかあると、他人と比較したりなんかすると自分から引いていく場合もあるし、まああと全体的には老人というのは若者の中では疎んじられるみたいなところもあるから、心の問題がだいぶあるんじゃないかと思います。だからそういった孤独になりにくい、孤独感を感じにくい、そういった人格の形成をしていくってことが本当は一番いいんでしょうが、まあ先ほど言ったようにこの資本主義競争社会、自分と他人の優劣の比較みたいなのがあって、自分をその集団で認めてくれるならその居場所になるが、しかしなんていうかね、低く見て、引け目を感じたりね、それからまあなんていうか、その自分を傷つけてくるような人がいるとね、やっぱそういったとこから離れて一人で生きた方が、でネットを見て生きた方がいいと。昔と比べて一人で生きやすい時代になったんですね。しかし昔と同じように一人でしか生きられない場合、その人の心身にやっぱり何かの支障が来たし、そういうタイプの人は一人でしか生きられないことになりやすいっていうのがあって、決していいことではないんだけど、まあある意味では全体的に長期的に見ると望ましくないが、昔よりも一人で生きて生きやすい技術、便利な世の中でもあるという、そういった微妙な問題ですね。ただ一人でも生きていきやすいが、当面は技術的に社会構造的に、しかし何ていうか人生も長くなって、長寿社会でなかなか死ねないようになる、長期的にはやっぱり孤独死とかね、そういう問題があるように、その一人で住むのはいいとしても社会的交際がないっていう意味で孤独というのは、今までいろいろ専門家が調べたところ、その人の心身の健康と社会において悪い影響をもたらすみたいですね。だからこれはこれで何か解決していかなきゃいけないと思いますが、まあ孤独というのは原始人にとっては絶対回避すべきだ。一人でいれば猛獣に野獣にどう対応できるか、一人でいたらそれは一人でお米作れないから、どっかの集落に農業集団に属してこそその飢えずに済むみたいなとこあったんだと思います。先ほど言いましたけど、弥生時代の時にはその戦いに競争に勝ってこそ生き延びることができ、負けたら死だと。だから人は勝利を望むようになって、その DNA を我々は引き継いでいると。この競争の勝利絶対の人類の歴史に加えて、孤独絶対悪の人類の歴史があるわけですよ。古代人は孤独を強く嫌がり、それを解消しようという人こそ野獣に対する防御、そして飢えの回避など生き残る力があって、その人たちが生き残って DNA 伝えてきたんですよ。だから孤独は絶対悪、競争の勝利、敗北絶対悪の時代だった。ただ今はどうかって、ね、競争に勝とうとしすぎれば逆に不健康になる。そして孤独といっても
孤独だからって死ぬかと。いや、もともと孤独じゃない。一人ぼっちどころか、この東京メトロポリタン3000万人もいて、物理的には孤独ではないが、そのこう一人だけで住んでいるが、その横には人もいるし、その先にはコンビニもあるし、なんかいろいろあって、ただ自分を認めてくれる、評価してくれる、そういったなんていうか集団がない、その精神的な居場所っていうんですかね、承認欲求を充足してくれる居場所がないっていうようなことだが、しかし生き残るために昔は承認されないと、仲間外れになったら死と、生き残るために居場所がなかったら昔は分け前もらえずに死だったが、今はみんなどうしたって生まれながらに何の努力しなくても日本国家という国家に所属し、その社会福祉体制のもとにあって、一人であってもなくてもですよ、みんなその恵みの中で生きられるわけですね。だから脳が誤作動してるのかもしれません。昔孤独を嫌がるのは確かに必要だが、その DNA をこのまま継承する必要はない。孤独、それを自分で感じて寂しい、寂しいってことはこう苦しい、それ嫌だってことでしょ。そんなに嫌がらなきゃいけない必要性はなく、あまり嫌がりすぎるとそれでメンタルを病んでしまって、逆に心身がですね病んでしまう。だから一人でいることに強くなるというか、一人じゃないんだと思うこと、孤独じゃないんだって思うこと、そして昔のような感じで孤独を嫌がる必要はないんだということ、ここら辺を脳が心が分かるようにする必要はあるかもしれませんね。それでですね、ご老人の中で日本では数パーセント、スウェーデンではもっと割合が高いって話しますが、老年的超越という境地に至った方はですね、どうなるかというと、孫や息子は当然会いに来ないと、一人ぼっちだと。しかし遠くにいてもですね、彼らとつながってる感覚があるんです。先祖ともつながってるし、遠くにいる家族ともつながるし、そして今が一番幸せだと感じる。今が一番幸せで、十分に健康で、実際にはいろいろ悪いとこがあったのよ。そして孫、息子はなかなか会いに来ないけど、遠くにいてもつながってて、彼らのことを思っていると。なんだっけ、お袋は、母親は、遠くにありて、じゃない、なんとか遠くにありて思うものってありましたが、ふるさと。ふるさとはね、遠くにありて思うものの逆っていうか、母親はどこにいても思ってくれていると。愛を求めてるんだけど、愛を与えてるわけですね。そういった感謝と愛、この人格、これであれば、その物理的な孤独っていうのを超えられるんじゃないかっていうより、まず物理的に孤独じゃないでしょって、都会に住んでんだから。2つ目、精神的な孤独は自分の心の持ち方なんじゃないですか。生存するために、その原始人みたいに孤独絶対悪っていう時代じゃないのに、言い換えると非常に恵まれた時代に生きてて、その直接的に会ってくれる人、話してくれる人、褒めてくれる人、称賛してくれる人がそんなにいなくなったとはいえ、無数の人に、見知らぬ人から知ってる人も含めて、多くの人に支えられて毎日健やかに古代人と違って生きているにもかかわらず、その膨大な恵みのことは何も考えず、感謝に基づく恩返しみたいなことは何も考えず、離れている孫や息子、これを遠くからその幸福をお祈りするということも何もなく、感謝と愛がなく、不満と孤独が、そういうふうになってるかもしれません。老年的超越のね、おじいちゃんに会った心理学者が、その中の一人が、わしにしか孫たちの幸福を仏壇の前で祈ることはできんかい、できんか、できんからねえと言って、毎日一生懸命お祈りしてるわけ。愛は求めるんじゃなくて与えろと。何のために年食ったっていうのはちょっと厳しいけどね、まあ、そういったところあると思うんですよ。でそういうことはやっぱりおじいちゃんになる前からちょっと訓練していかないとね、そういうふうには思いますけどね。よって高齢者で寂しくて騙されるおじいちゃんと、高齢者で老熟の大きな成熟した心理的発達を遂げて、
遠くにいる人の対する感謝と愛をですね持って、孤独じゃなくて満たされてきたと、これもいるってことですね。まあ少しずつ少しずつそっちの方になっていくのが望ましいのかなってまあ思いますが、しかし人類は勝ってこそ生きられる、集団でこそ生きられると、敗北は死、孤独も死の DNA を引き継いできて、状況が全然変わってるのにそれにミスマッチしてるんじゃないかと私は分析してます。ですから今後はですよ、そういった勝たねばならないとか、孤独は絶対ダメってことで実際勝てず、実際孤独で、で心を病んでしまう人たちではなく、そうやって状況が違うってことを踏まえて、感謝や愛、これが強い人がやっぱ生き残っていくんじゃないかと思います。よって100年後200年後にはもしかするとご老人というか、その老人になった時にその感謝や愛が強い人が生き残って、そういう社会になってるんじゃないかと。これは進化心理学的な考え方です。これまでは勝利絶対、孤独絶対、悪の人が生き残ってきたんです。でも今は勝利を相対化し、孤独に対してそれを気に病まない人たちの方が生き残りやすい、生き延びやすい時代になったということですね。古き良き道理がですね、その本当に現象化する時代になったというふうに思うんです。孤独の問題は非常に大きい問題ですね。ある方にですね、こういうやり取りをしました。要するに何て言うのかな、寂しい孤独であるということで、まあいろいろネットでですね、他人にメールを出しちゃうと、で自分でもそれが悪い癖だっていうのは分かっていると、その相手にそのね、対応をこうしうるというか、プレッシャーみたいなのかかっちゃってね、そういった依存症みたいになっちゃうのね。それに対してやっぱり、自分はこの感謝ってものはね、今いかに恵まれてるか、いかに愛されてるか、いかに支えられてるかということを感じる必要があるんじゃないか。で海外に行くとね、その日本がいかに恵まれてるか、ね、それが分かると。一人でね、飢えて死んでる人とか、それと家族とかたくさんいるわけですから。しかしまあ日本に戻ってくるとね、やっぱりまたついそういった寂しさ、孤独感、こういう欲求が出てしまうということなんですね。でそこで瞑想っていうのがあるわけですね。その心の中で世界全体の人のことを考えると、自分は世界全体から見ると非常に多くの人にいろいろ支えられていると、いろいろしてもらっている、恵まれていると。世界には私よりもはるかに本質的に孤独でサポートされず苦しんでいる人が無数に存在しているんだと、そういうことを思って、まあ自分の感謝と、それから自分よりも苦しんでいる人へのその思いやりとか、そういったものに目覚めていくということが、まあ瞑想なんじゃないか、瞑想なんじゃないかと。人間っていうのは世界をありのままに見てるんじゃなくて、大抵その自分中心に見てて視野が狭いから、自分が広い視野から、いや客観的に見れば、宇宙から世界から見たら、いかに愛されてるか、支えられてるか分かんないですよね。先ほど少しお話ししましたけど、その古代人はその他の生き物を目の前で殺してね、で自分の命を支えてたわけだから、もう恩人ですよね、命の恩人だから、他の生き物も自分たち人間と共に貝塚に埋葬する、お墓に埋葬する、お墓が場合によっては縄文の前期なんか集落の真ん中にあると、たっ飛んでるわけですね、それはね。そういうことなんだけど、現代人は古代人よりはるかに多く、はるかに恵まれた社会の中で、古代人一人よりも現代人一人の方がより多くの自然の中の命、これを犠牲にしていると思います、残念ながら。まあ縄文から弥生のその過程にあって、農地、農業っていうの、これ自体がまず農地改革するときに多くの生き物死ぬじゃないですか、土を掘り起こすんですよ。で収穫物を取るときに、収穫物の稲にたくさん虫ついてるけど全部こうなぎ倒していくわけだから、あれ
小動物から見ると、その農業って大量虐殺プロセスなんですよ。人類っていうのは、人類の進化っていうのはそういった意味で、その進化とともにより多くの他の生き物を犠牲にしながら、そして一部の国の発展は他国を侵略して犠牲にしながら豊かになってきた。しかしそういったやり方がだんだん通用しなくなった。自然改変してだんだん種が絶滅したり、温暖化になったりですね、戦争したりして逆に不幸になるということが分かってきたっていう時代ですよね。そういったことを考えると、なんていうのかな、ここで感謝っていうのは謝罪を感じるって意味があるんですけど、その自分がいかに恵まれてるかっていうことを考えるってことは、突き詰めると自分がいかに多くの人々や生き物の労苦や犠牲のもとにこんなに恵まれた人生を送ってるかってことなんですね。これはそうすると、そこから当然食材というかお返しというか、アイヌで言えばカムイの恵みに対するアイヌ人間側の担うお返し、これがあって叱るべきじゃないかというようになるんですが、感謝と恩返しの愛よりも依然として競争し、自分がトップに立てない不満、卑屈、怒り、闘争、これにはまっちゃってるんじゃないか。でもそれによって逆に今もう不幸になってるんじゃないか。不満を抱き、戦い、勝って全てを取る、で幸福になれたのはもうずっと前の話だと。もう20世紀でそれはダメになり、21世紀ではますますそうっていう時代の転換期という視点はですね、先ほどのお話と同じなのかなと思うんですね。だからやっぱり孤独っていうのは感謝が乏しい、愛が乏しい、どうしたってなんかやっぱ競争心っていうんですかね、自己優位の心の働き、その延長上にあるようにちょっと私は思うんですけどね。もっと自分に欲しいんですよね、居場所も名誉も承認も。でももう十分与えられてる、ものすごい膨大な犠牲のもとに、そういう感覚はないんですよね。で、孤独で寂しい人って例えば物をたくさん集める、またはペットを飼う、それで高齢者ですね。で、物使えないんですよ。でもアイヌのカムイの考えから言うと、全てのものには霊魂があるんですよ。つまり買ったならばその目的に使ってほしいわけです。ペットはもちろん命あります。飼ったらちゃんと最後まで面倒見てほしいわけです。で、見れないんですよ。とおかしいじゃないかと。どっか間違ってて、自己中心、競争の勝利絶対、自他の優劣の比較で優越感、これは絶対、そして自分が欠乏するとその延長上で他をさらに犠牲にしながらその穴埋めをしようとするが、それは無限の悪循環のプロセスなんじゃないかと思うんですけど、そういった心の転換期というか、一種転換期を前にした心の病のですね、その結果自分が不幸になっているわけで、そういう中にいるんじゃないかなと思います。だから孤独、この問題を解消するには、まあ控えの輪で重視している感謝恩返しっていう心に、つまり純粋な心にもう一回目覚めないとダメなんじゃないかと思うんだが、しかしまあ感謝、尊重、愛といった縄文古代の生き方から、その競争に勝って幸福になって、負けて不幸と、そして、居場所、名誉、承認、これを得て生き延びて得られなかったら死という弥生の時代に入った、その影響がまだ色濃く、転換に遅れてるがゆえに逆に不幸になっているという状況は依然として続いているようです。我々もう一回ですね、落ち着いて自分が宇宙からないし地球から見たらどういう立ち位置にあって、どうすれば今幸福になるのか、もう弥生時代じゃない、もう植民地侵略の時代じゃない、勝って幸福、所属して幸福の時代じゃない、勝たないと絶対ダメなわけでもなく、特別に頼りも愛されたり承認されないとダメな時代じゃなく、むしろそういった欲求が強すぎて逆に何ていうか勝てなくなってるし、そして逆に結果として孤独になってるじゃない、逆効果になってるんじゃないかってことですね。
でそれは2500年ぐらい前からのそうで、よって釈迦牟尼がいやそれは勝ちたいっていうのは分かるけど、そこまで勝ちに固執する必要あるのかと。孤独は嫌だって言うけど、そこまで他への愛情に固執するのがあるのかと。それやると逆にそれを求めても得られない、失う、奪い負けるなどして、逆に負けるし逆に孤独になって嫌われるじゃないかというような状況になってるんじゃないかと、まあ私は思ってですね、孤独の問題にも足るを知ること、言い換えれば感謝すること、そして自分が足りないと思ってさらに奪うことじゃなくて、自分はほどほどにして他に与える方が逆に幸福になるんじゃないかということはまあ思いますね、統一的にということです。